大きな理由としては、まあ、大学時代にオープンキャンパスの学生スタッフをやっていたというところです。自分の学部を紹介するトークショーをやったりとか、受験生向けの冊子作ったり、まあ、そういうことをしながら、まあ、当日は来場者来て、まあ、来場者の個別相談を受けたりしてて、でその活動がすごく楽しくて、まあ、大学のために働いたり受験生のために働くっていうことに、ちょっとずつそこから興味を持っていきました。でその中でも、まあ、大学3年生の時に、まあ、オープンキャンパススタッフの中で代表人っていうところに、まあ、選ばれて、まあ、実際に予算の管理したりとか、スタッフの研修やったりとかしながら、大学の職員さんと、まあ、一緒に仕事をすることが多くなって、そこでより、あ、こういう職業あるんだな、自分に合ってるかもしれないなっていうふうに思ったのがきっかけです。私は今エクステンションセンターでオープンカレッジの担当をしています。オープンカレッジっていうのは学生向けではなくて一般の市民向けの講座です。その講座の企画と運営をしています。あとそれ以外には、草加市と協力して子ども向けの行事をやったりとか、産学業連携事業もやっています。